LST-2 は第二次世界大戦中にアメリカ海軍が運用した LST-1 級戦車用陸艦である。LST-2 は1942年6月23日にアメリカペンシルバニア州ピッツバーグのドラボ・コーポレーションによって寄港された。1942年9月19日に浸水、翌1943年2月9日に、 アメリカ海軍へ収益した。l s t マイナスには第二次世界大戦中、主にヨーロッパやアフリカなどで活動した。1943年7月のハスキー作戦や1943年9月9日のアバランチ作戦、1944年6月6日のノルマンディ上陸作戦にも従事した。1944年11月28日に、 退役した後は、イギリス海軍で引き続き運用された。1944年11月29日、LST-2 は HMLST-2 と解消して、イギリス海軍へ渡った。イギリス海軍には1944年12月から1945年8月まで、収益した。第二次世界大戦が終結した後の1946年4月1日。 LST-2 はアメリカ海軍に帰属し、1946年4月13日にスクラップのため売りに出された。1946年6月5日、LST-2 は除籍された。LST-2 はその功績を称えて従軍聖書4個が送られている。uboat.net2009 年11月27日閲覧。ナブソース。 2009年11月27日閲覧。ありがとうございます。